あのそもそもあのラムーンの曲の代わりに何が流れてんだろうね。いつも笑顔でいてねって流れるやん。さてそうで、ってことで買ってきましたけどね。いやいや、いやディオさん、ディオのあれ、あの缶巻店っていうらしいね。上巻って書いて缶巻店っていうところらしいですけどね、寄ってきましたけどね。いや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 、豊作でございましたな。俺結局そっかデザート買わんかったっけ、まあいろいろと買ってきましたけどね。金ちゃんのちゃんぽんとかね、あんましこれね、こっちの方だと見ないですもんね。関西の方に来るといろいろとあって、あのトライアルの中でも結構売ってることがあるんやけど、ちゃんぽんはなかなか見やんで、あれさーって思って。でもやっぱ関西のね、来たらやっぱね、カタカナから、ね、西のどん兵衛ね。どん兵衛じゃなかった、まるちゃんだ。で、あとなんか見たことないなって言って買ってなかったの。大吉わかるかな。また後で写真載せておきますけどね、大吉ね。エースコックらしいですよね。で、ちょっと気になったのはこいつね、それでっかいパンですけど、これがね、フランスパンなんですってね。硬さとかどうなのかな、全く見たことない感じだからね、どうなのかなって想像つかないけど、ただ安かった、100円、税込みで100円、93円だったっけな、そうです、税抜き。安かったね、思わず買っちゃいました。明日からの朝ごはんかな。どうかな、顔隠れるな完全に、すごいね、うん、これでもそのラムーで見たことない気がするんだよな、ちょっと違うのかな。基本的にはカロリーいくつだかじゃない。カロリーはね、984キロ。まあ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 、1000切ってる、大丈夫、ヘルシー。これにジャムとか塗ったらん？ってバター塗ったらん？って感じがするけど、まあ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 大丈夫でしょう。いいですね、すごいな。で、あとなんだ？で、そうか。さすがね、あのリオさんってことは大黒天物産ですからね、あのラムーと一緒のところってことでね、やっぱありますね、ディープライス、で、そう、本当ならハンマーね、あのエナジードリンクのハンマー行こうかな、ゴールデンハンマー行こうかなと思いましたけど、あれ開けると匂いがね、もう知らない、完全にゴールドハンマーにあの侵食されるって言ったらいいのかな、ダメなのかな、ね、っていう感じだから、ちょっと気になったオレンジ、果汁 10% 未満、その代わりに値段はくっそ安い、57円だったっけな、あとはまた値段、あのテロップで入れる時ときますけどね、っていう感じなんでね、これはちょっと後でね、まあ、ちょっと飲んでるのが後でね、後から飲んでいこうと思います。で、あとはね、こいつね、大事なのは今回の企画には絶対必要不可欠です、ミンティアね、メガハード、最強レベルの刺激らしいです。いざという時はこれで乗り切ります。っていうか今ちょっと舐めとこうか、めちゃくちゃ言ってニンニク臭いでね、だからあんまり勢いよく飲むとこの後トイレがなかった時に困るんでね、うん、充電大丈夫、うん、それだったら一応 USB ポートが用意してあるんで、いっちゃおうか。最強レベルそんなすごいのかな。あ、ここで仮眠は取らない、うん、ここで仮眠は取らない感じ、もういっちゃおうか、とりあえず体が伸ばせれたね、うん、ずっと座ってる姿勢がきついからね、うん、だって地図見たところでじゃんけんに勝たなきゃ結局その思いたい方向に行けないんだからね、今回の企画。あ、だいたい想像通りの場所なんで、あ、まあ割と降りてきました、南に降りてきました。そうだね、まあ大丈夫、まあまだあの南大阪線にはぶつかってないからね、だから南大阪線でも奈良で言ったらだいぶ北の方やからね、山本だからこうやって5移動に近い位置になってきてんだ、うん、あ、この近くの西大和のメガドンキって元アピだな、あここも前だ、あ、そっか、アピタもね、うん、アピタもな。こうやって見ると本当に大阪ってすぐだね、もう、うん、近い、もう一山越えたら、うん、大阪だ、まあ、山越えるのは結構しんどいけどね、もし開花水行くなら私あのカラオケ歌ってますよ、ああ、カラオケとかいいな、あるないとこあるのかな、あ、でも 土日、ね、土日は開花のワンツーじゃないカラオケを2人分撮るんだよね、うん、あ、別に2人やん、いや、一緒、2人分にもならんからいいんだけど、寝れへんくない、うん、大丈夫、あのね、元カラオケの店長舐めたなんかね、ああ、そうか、
鼻開けのソファーやったらどんだけガンガンなったろうが寝れるときは寝れる。まああれは多分極限状態に追い込まれとったからな、うん、あ懐かしいな。極限状態やったときは多分マックスはあの岡崎の店開けた頃ぐらいやな。あれはマックスやったよ。岡崎2店舗に名古屋の店も上田の店をオープンさせるとかってわーっと重なっとったもんで、岡崎の店を朝の5時まで働いて、そこからその足で豊明に行って、豊明で2時間ちょっと仮眠取らせてもらって、うん、よしちょっと途中でちょっと2時間仮眠で、あの豊明は裏に作ってあったわけやわ、うん、山田スペースって呼ばれとった、うん、あのカラオケルームとは別で、うん、裏側のところにちょっとスペースが結構あったもんで、そこに俺の毛布とかが置いてあってブランケットとかが、うん、でちょっと人一人分寝れるスペースを確保してあって、うん、ブラーってやってきて、ちょっと2時間ダウン、2時間後起こして起こしてもらって、そこから中村公園の店に行って、ちょっと2時間ぐらい仕事して、そこから、いなべに店に戻って、そのまま翌朝5時まで仕事って。無茶したね。無茶した。おこれ急ぐ、うん、こんだけあった。では早速、この先は一応道なりにずっと行きますか、うん、結構50円にしたらうまいな。あ、そう。あ、今これ舐めちゃったから後にしよう。うん。別に、もう前映しとったところで何が映ってんだって話なんだけどね。何かが映るかもしれないから。偏見的なあれで、うん、まあ、せめて南に行くより北の方いいよね。東に行けなくても、うん、ただこの度怖いのは北って言い出すと雪のあるところまで行っちゃい、それ怖いんだよな。いろいろあるね、セカンドストリートもあるし、うん、本当はやっぱカンマキってなってるね。大きくこれ、でかっ。これに2粒3粒とかは無理だわ、うん、1粒でないと。おお、私はそういうガム噛めないわ。大きくこれ、大きく、もうすごいミントだよね、これ。ドミントすっげえ、すごいわかる。うん、ああ、息はね、めちゃくちゃリフレッシュする。よい、これ。このファミリーマートもなんか工事やってるね。あ、ほんとだ。さっきのとは別だよね。うん、何ファミマラッシュなの？ねえ、あれさっきのとこと違うよね。近いよね。俺一緒のところ来たんかなと思ったけど。うん、いや、だって入り口の感じが違いやん。うん。うん、紅白の枠は出てないし。ここは一応営業はしてるみたいだね。大改装中だったけど。まあでも今時夜間閉めてるファミマも多いから、それかな。あ、でも周りくるくるが回っとったね。多分赤いのがくるくる回っとったね。お、これは運命の選択いきますか。ああ、最初はグー、じゃんけんパー。はい、大丈夫そう。大丈夫そうやね。大丈夫なんだこれは。ここは私が何だろう。だって何も書いてないから分かんないけど、とりあえず1の9って出てるし、こっちみたいにいいんじゃない。はい、すごい。あ、南向かってるわこれ。あ、やべえ。いいだね。
あ、なんか こっちが西っていう錯覚してたわ今。奈良県は東大南北あそこに帰ってくれるからありがたいね。そうなんだ。うん、あの行き先表示に行き表示がある時が結構あるもんで、意外かもしれない。とかやってる。ここもファミマや。ちっちゃいファミマやだ、ここ。でもこんなもんじゃない。こんなもんか。